皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2024 10月19日からやってきたクラブパック順番に紹介していきましょう。まずはサイドアタックということでメンバー豪華、バイエルンからの紹介です。まあメンツは安定ですよね。穴がない、全然選手揃ってないとか最近始めたよっていう方はこのパック買えば大体のメンバーしばらくね使えそうなので、ファーストチョイス選んでいってもいいかなって思います。まあただやっぱりどのチームスタイルを使っているかですよね。今回のトゥヘルはサイドアタック85の数値になっています。サイドアタックを使うことでスカットに入った選手プラス2のね恩恵を受けることができます。一応ロングカウンターが70あるのでベース能力では戦うことができますけど、基本はやっぱりサイドアタックを使ってる方ですよね。今回注目のブースターはフィジカルコンタクトということで、チーム全体の能力がフィジカルコンタクトプラス1入るということになります。まあ体の強さなんかはねどのポジション欲しいところではあるので悪くはないブースターだったんじゃないですかね。サイドアタックを使っているっていう方はね積極的にこのパック購入していいんじゃないかなって思いました。ということでここからハイライトのね選手などを確認していきたいと思います。さあ今回ポジション別で紹介していくようになります。まずゴールキーパーはウルライヒ。GK センスしっかりと90の数値あったりとか、コラプシングディフレクティングの高さなんかは魅力ですね。身長も190に悪くないでしょう。まああとは波が普通なのでライブアップデートがどれぐらい乗るかっていうのはポイントかな。あと低弾道がないんですね。スキル追加もちょっと心配な部分。ただ実は初 FP ということもあって被るっていうことはないのでその辺はいいですよね。さあ続いてセンターバックウパメカの紹介です。ディフェンスの能力はしっかりと90以上はねたくさん作ることできるんですけど、大事なディフェンスセンス85はちょっと低いんですけどしょうがないでしょう。空中戦の強みなんかもありますし、今回サイドアタックのねブースター監督使えばフィジカルは91ぐらいで使うことはできそうです。しっかりとクイックネス振りました。瞬発力がちょっと低いので8上げて71、まあこれぐらいでようやくなんとか戦えそう。まあ、脚力そんなに振る必要はあんまないかなとスピード面は思ったんですが、スタミナがちょっと低いのでそこを心配を補うために4は振りました。74ちょっと心配です。スキルは言うことないでしょう。完璧です。で過去のウパメカの比べると基本的にはアップデートの影響でベースが高くなっている分、上限は今回割と低いんですけど強くはなっていますね。これとか唯一フランスナショナルセレクションのコドバージョンだけは乗り換えなくていいぐらいになっちゃいました。さあ続いてもセンターバックキム・ミンジェ。ハードプレス持ちの波小さいの安定感非常に高いですし、この能力ですね、まあ、欠点という欠点はほぼないかなって気がします。守備能力は安定型の90前後にまとめられ、フィジカルも91あってスピード瞬発も抜け目なし、スタミナもあります。まあ強いてあげるなら足元とかがねちょっと低いかなぐらいです。あとはスキルですね、しっかりと追加したいものが何個かありますね。闘争心満々、その辺は欲しいですよね。過去版と比べるとまあこれよりは強い、ただショータイムには負けてて、これはまあ上位互換と言えず、これも勝ちかな。基本的には勝ちでいいのかなって感じですが、一部違うものもあるので注意しましょう。さあ続いてサイドバックマズラウィですね。スピードやスタミナ、この辺の抜群さは素晴らしいですし、3つのね適性あるんですけど、両サイドバックも CMF もやっぱりスタミナとかスピードあった方がいいので、その辺は助かる部分ですね。ディフェンス面もしっかりと上げることで、まあ80ぐらいの数値っていうのはたくさん作ることができます。まあ足元パスとか全然振ってないですが、中盤とかで使うならもうちょっと上げてもいいかもしれません。スピードこんなにね中盤はいらないかもしれません。ただ80ね後半ぐらいはあってほしい。あとはスキル、まあどのポジションで起用するにしても闘争心は欲しいですし、まあ中盤ならスルーパス、サイドバックなら守備系、その辺はマストでつけたいです。ただ過去のマズラビーと比べると、これバイエルン CS かなんかかな、過去の方がやや強いんで、まあそちらいれば十分です。さあ続いてもサイドバックデイビスですね。左サイドの選手になります。左サイドは全てできます。やっぱり爆速ですよね。スピード98、瞬発93に、体の強さ高さもあるのが魅力的な選手ですね。スタミナも十分でしょう。まあ守備能力をどこまで上げるか、私は10振りました。これでまあようやく80ぐらいにねボールダッシュとかは行くんですけど、もう一歩ディフェンステスト欲しかったりするので、まあその辺は意識してみましょう。全体的に守備の不安っていうのはね少ない選手ですね。ただ一点注意はスキルですかね。圧倒的に攻撃的です。闘争心もありませんし、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、守備系一切ありません。スライディングはあります。そこをねしっかりとつけましょう。そして過去のバージョン、今回上限は高いんですけどベース能力は過去の方が高かったりします。ちょっと寄せたんですけど、まあこんな感じでまあどっこいぐらいにはなりますね。まあ積極的に乗り換えなくてもいいけど、期間を考慮するなら乗り換えぐらいかな。ちなみに他のバージョン、これは29上限と高いし、ベース能力も基本的には高かったので乗り換えなし。これは乗り換えてもいいぐらいにはなってます。さあ続いてキミヒですね。この選手はやっぱり脚力をどこまで伸ばすかですよね。特にサイドバックで使いたいよっていう方はスピードをしっかりと上げないと苦しい。結構数値は低めになっているんで注意しましょう。私は13とりあえず振りました。ただまあ中盤で使うかな。スピード瞬発もそんな速い方ではないので、
サイドだと爆速に置いていかれる可能性あるのでちょっと心配。中盤ならまあ悪くはないかなっていうバランス系ですね。ただプレーメーカーが発動してしまうのでその辺の癖っていうのは好み分かれそうですよね。私は苦手です。まあ初期からスキルもね中盤としては悪くないでしょう。まあ守備系とか追加できるともうちょっと守備の安定感っていうのは高まると思う。ブロッカーマンマーク。パス系は特に言うことないでしょう。そして過去バージョンなんですけど基本的にアップデートでベース能力が落ちているので乗り換える必要は基本ございません。全部。特にアップデート前の OMF ができるバージョンとかはプレーメーカー苦手な方にとってかなりいいポジション適正だったので、まあ、現在そこができないので、まあ、そこを考慮してもそっちの方が利点は高いかなって気がします。さあ続いてゴレツカ紹介です。現在波大きいになっているんですけどライブアップデートさえ乗れば不調以下引かなくなっちゃったので安定感はねあるかもしれませんけど、ジョージスカット入りっていうのは難しいですね。身長の高いタイプのボックスというボックスになります。まあ、体の強さなんかを生かす守備面を考慮に入れてその辺は意識して私は育成する派です。足元は一応ねちょっと心配なので4振りました。キック力92あるんでね、止めからのミドルシュートなんかも狙えるし、体の強さ、エアバと4振りでフィジカル90、この体の強さは魅力だし、スピードもね、悪くないでしょう。しっかりとスキルなんかも要所を抑えられてますが、もう何個かね、追加したいところはありますよね。そして過去のゴレツカとの比較、基本的にはアップデートで最近能力落とされたばっかりなんで、そんなに強くはありません。過去版持ってるっていう方はそのままでいいと思います。あと過去版一応波がね普通だったり小さいのものもありますから、まあ、その辺もね考慮に入れたいですけど、まあ、基本的にそんな乗り換えるほど変わっているっていう強くなっているっていうことはないです。さあ続いて3位ですね。こちらも波大きいの選手なのでご注意ください。ライブアップデートさえ乗れば勝てます。まあ、身長がねあるタイプ183センチなんですけどスピードはね爆速のドリブラーですね。ドリブル数値なんかも言うことないですし、セットプレーの数値なんかこんな高くできるんだ。今回一応6ねシュート振ってます。スタミナはねちょっと低いのでスーパーサブとかつけられるとその辺は不安少ないですし、キック力のね93の魅力もあるんでサイドからカットインしてシュート狙ったり、サイドから中入ってきてからのシュートっていうのは期待できるようなそういう数値は持ってますね。こちらもスキルがねちょっと寂しいので先ほど言ったスパサブなどしっかりと追加することで補完できるかな。まあ、初期から揃ってるのは大体いいんですけどダブルタッチなかったりとかちょっと気になるところはありますね。そしてハイライト何種類か出てるんですけど乗り換えるべきものだけ紹介します。これとこのドイツ版ですね。これだけねしっかりとハイライトは乗り換えましょう。あとは過去の方が強いので、まあ、そっちいれば十分だと思います。さあ続いてコマンですね。この選手ボールキープがちょっと低いんですね。80低速取りの時にちょっと不安ですけどボディコンは高いです。このバランス感ねちょっとアンバランスですけどうまく均衡を保ってねうまくキープしてくれるといいんですけどね。スピード瞬発はね95と申し分ない数値叩き出してますし、ドリブルの数値も言うことないでしょう。179センチ。相変わらずスーパーサブ持ってるのでこの能力以上のものはね発揮してくれるんで数値に関しては問題ないでしょう。あとはもうちょっとスキルを追加するべきかな。ワンタッチ系スルーパスとかその辺のベーシックなスキル追加っていうのは大事になってくるかなと思います。そしてコマンは習慣が結構出てるんですけど習慣との違いで言うとやっぱり今回スキル追加ができる点ですね。スキルつけたいという方は乗り換えてもいいかなと思います。ちなみに唯一出ているハイライトこれなんですけど、まあ、ここからは乗り換えるほどではないがややちょっとだけ寄せたんですけど、まあ、なかなかうまくいきませんでしたが、まあ、乗り換えるほど変わってるかって言われるとそうではないでしょう。さあ続いてミラーですね。この選手はやっぱり脚力を中心にどれぐらい振れるかですよね。50台スタートでしたね。びっくりしました。これ9振っての67、まあ、これでもね低いんですけどしょうがないですね。ただ逆にオフェンスセンス96とこの辺はすごい高いですね。オルコンなども高くなっていて足元なんかは全体的には高いです。ただ身長は185センチあるし決してボディコンとかも高いわけではないのでこねやすさとかはねそんなに期待はできません。デコイランでおとりの動きなんかはねしてくれるんですけどちょっとランダム性強いかなと思うのでなかなか使いにくさっていうのは人によってあると思います。あとはスキル、まあ、何個か追加したいものがあります。ダブルタッチ、ワンパ、その辺は追加して完成形へ持っていけるかっていうのはポイントですし、スピード上げるためにスーパーサブつけてもいいかもしれません。そして過去バージョン、基本的にはスピードが結構下がっているんで乗り換えなくていいんですけど、まあ、このバージョンだけまあ乗り換えるかなぐらい。最後はケインですね。まあ、こちらの選手は身長188のリンクフォワードで、まあ、何でもできるタイプではあるんですけど一人でなんかするっていうタイプでは正直ないですね。周りとの連携とかクロスを開けてもらってヘディングで決めるとかそういう周りを生かしながらのプレーが得意な選手かな。2トップとか足の速い選手と組ませてあげると結構輝けるんじゃないかなと、そんな期待もできます。得点力は言うまでもなくキック力なんかもねしっかりと93あって体の強さなんかも魅力です。まあ逆に言うとスピード瞬発はそこそこって感じなのでそこはあまり期待できないところでしょう。まああとはスキルですね。周りを生かすためにはワンパス、スルーパス、その辺は欲しいですかね。シュート系は申し分ないでしょう。
つけるとすればミドルシュートです。そして過去バージョンとの比較なんですけど、ベース能力が落ちている分、今回上限がめちゃくちゃ高く29なんですけど、今まで20もなかったぐらいですからね。で考えたらなんか強そうなんですけど、実際に育成してみると大体トントンぐらいになります。基本的には過去バージョン持ってればそんなに育成し直さなくてもいいかなと思ってしまいました。ということでバイエルンパック被りはねちょっと多いんですけど、サイドアタックを使うっていう方はぜひご検討ください。残りのパックも紹介していきます。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた、さようなら。